ロッテ、佐々木朗希投手、22、が25日、12球団唯一の契約未公開選手となった。この日、もう一人の未公開だった楽天、辰巳亮介外野手、27、がサイン。2月1日の沖縄、石垣島でのキャンプインまで時間は残されているが、現時点で公開の日程は未定。 早期のメジャー挑戦を要望しているとみられるが、場合によっては異例の慈悲キャンプとなる可能性もある。また、佐々木明は、ローソ日本プロ野球選手会、を脱退していたことも明らかになった。写真、美男美女、佐々木朗希、人気女優とツーショット新調さすごっついに最後の一人となった。ロッテの石垣島でのキャンプインまで一週間となったが、 老気は未だに契約公開しておらず、公の場に姿を見せたのも、昨年11月19日のファン感謝デーゾゾ、が最後、31日までにサインする可能性はあるが、慈悲キャンプも現実味を帯びてきた。入団前からメジャー志向を持っていた、早期の遺跡を求め、球団とは挑戦の時期やクリアすべき条件について、 水面下で綱引きを続けていると見られる。昨季はシーズン前に侍ジャパンの一員として WBC に出場。準決勝、メキシコ戦で先発するなど優勝に貢献した。ただ、シーズンでは、故障や発熱で3度離脱し、自身初の規定投球回到達はならず。15当番で7勝4敗、防御率1。 78をマークしたが、1年間ローテーションを守り通した経験はない。吉井監督も自分だったら、球団に対してもうちょっと恩返しをしてからでないとダメなのかなと思ったりします。と語るなど、時期焦燥との見方をする関係者は少なくない。海外 FA 権取得前にメジャー移籍するためには、ポスティングシステムが現実的。 ただし、現行制度では25歳未満の遺跡はマイナー契約に限られ、ロッテに支払われる譲渡金も制限される。そのため、球団が容認する可能性は低いと言わざるを得ない。さらにこの日、ローソプロ野球選手会を23年度から脱退していたことが明らかになった。一部報道でこの話題が持ち上がったことに対してロッテとしての対応はなかったが、 日本プロ野球選手会の関係者は昨年から選手会に入っていないのは事実ですと認めた。脱退の理由は不明とし、佐々木選手がメジャーに挑戦したいというのもわかるし、応援したい気持ちもあります。ただ、こうなるとファンからの見え方が良くないと指摘した。脱退自体は直接的にはメジャー挑戦とは関連が薄い。 加入は任意であり、選手会ホームページの名簿によると、昨年のロッテではかつてメジャー移籍を目指していた石川あゆみとメジャー帰りの沢村、主だった他球団の選手では元メジャーリーガーのヤクルト、青木、オリックス、平野ケらも席を置いていない。ただ、加入による大きなデメリットも見つけにくく、若手の大会も異例だ。 雲隠れしている令和の怪物、急春到来を前に、思わぬ形で注目を集めている。5年上原も米朝鮮巡り、自費キャンプキャンプインまでに未公開の場合、移動費、宿泊費などのキャンプ費用は当面、選手個人が支払うことになる。11年に阪神、久保が査定法などを巡って折り合いがつかず、 サインした2月15日まで未然に起きた。西部の GG、佐藤は8年から2年連続。巨人でも5年に上原がポスティングシステムによるメジャー遺跡をめぐって折り合いがつかず、契約を交わさずキャンプインした。